国民に結束を呼びかけましたアメリカの同時多発テロから11日で20年を迎えるのを前にバイデン大統領は10日ビデオメッセージを公表しました。 アメリカ社会の分断が深まる中バイデン大統領は国民に対し結束こそ永遠に壊してはならず結束が最高のアメリカをつくると訴えました。